はい、みなさんこんにちは、橋口です。今日は仮面ライダー電王ビッグマスクショーの開封したいと思います。ではまあ前回の動画にある通りですね、このビッグマスクショーはヤフオクで落札したんですけど、だいたいセット、いろんなものがセットで、1900円ぐらいだったんですけど、だいたい1200円ぐらいの価値かなと思ってます。では早速開けてみたいと思います。でんででーん、開けちゃいます。じゃんじゃん開けちゃいますよ。ビッグマスクショーっていうのはちょっとすごいリアルに作られてるんですよね。あの同じバンプレストからあのゲームのアミューズメント景品で、あの UFO キャッチャーとかで撮れるようなやつで、仮面ライダー電王マスクディスプレイっていうのがあるんですけども、で、あのケイゾーさんっていうあの YouTuber の方で、あの何も喋らずに開封している動画を見たことあるんですけども、それは仮面ライダー電王のマスクディスプレイの方なんですよ。このビッグマスクショーを開封している動画がなかったんで、今回開けてみたいと思います。非常に希少価値が高いこのビッグマスクショーの電王、しかもこれなんと台座が赤いんですよね。他のビッグマスクショーと違うところがあって、台座が赤いってとこなんですよ。そこがすごいですよね。そこがなんか特別感が出てますよね。はい、ではだんだん開けていきたいと思います。中身はどうなってるんでしょうか。何やら説明書が入ってました。説明書が入ってましたよ。マスクは台座から取り外せる仕様になっておりますと書いてあります。マスクを台座に設置する際は、マスク内側の8本の支柱の中心に台座を合わせてくださいと書いてあります。なるほどなるほど。でももうすでに台座に合ってますよね、これ。こんな感じになっております。中身こんな感じです。おお、すごいリアル。すごい、危ない、危ない危ない。おお、8本の支柱に台座を合わせる。難しいですね、これちょっと。8本の支柱に台座を合わせる？あ、支柱か、この支柱、支柱ですね。支柱の方に合わせてくださいと。あ、合いました、ほら。じゃんででーん、完成です。仮面ライダー電王ビッグマスク、完成しました。リアルですね。作り込まれてます。はい、横見せときましょうか。横、あ、ちょっと外れちゃうな。外れちゃうな、これ。
動かないようにしてほしいな、これちょっと。どうしても動いちゃうんだけど。でんででーん。完成しました。まあ一応完成しました。まあ後でちょっと手直しはちょっとしていきますけどね。完成しました。素晴らしい出来栄えですよね。横見せときます。はい、裏面こんな感じです。素晴らしい、この出来栄え。うん、仮面ライダー電王ビッグマスクショー。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。では、グッバイ。